はい、お世話になります。小栗大栗健二です。いや、最近めっきり暑くなってきましたね。たまに小栗さんはやっぱり夏場は薄色のジーンズ履いてるんですかみたいな、夏場も小栗さんジーンズですよねみたいなコメントをいただくんですけれども、大変申し上げづらいんですが、何年か前からもうめっきり短パン派になりまして、昔はねジーンズ履いてたんですよ。暑い中ね、汗だらだらかきながらね、我慢してね履いてたんだけどね、というかね、ジーンズしかなかったんだよ当時。ジーンズを履くことにね情熱を燃やしまくってたんですけど、そんな中ある時にこのままジーンズばっかり履いてたらファッションに広がりが出ないなって思った時があって、でそれからねジーンズ以外も履くようになったんで、夏短パン履いてみたらもうすごいいいじゃんみたいな、蒸れないし臭くならないし汗かかないしみたいなね。というわけでそれからめっきり夏は短パン派になったんですが、で気づいたら短パン結構ね持ってまして、で今回はお気に入りの短パンを5枚用意しましたので紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや短パンね、気づいたら本当結構な枚数持ってて、色違いで持ってるやつなんかもあるんですけれども、今回は5種類用意してみたんですが、全部ブランドが違うのと、あとテイストも違う感じでチョイスしてみました。というわけで早速行ってみたいと思います。まず一発目は君に決めたー、じゃーん。短パンなのにスウェット地。これはですね、90年代のチャンピオンのスウェットショートパンツです。これがね、結構お気に入りで、ある時ね、縫い目がちょっとほつれてしまったんだけど、それもね、直して履いてます。すごく気に入ってる。何がいいかって、まあ、形がね、いいし、まあ、この長さもね、すごく好みだし、あとね、このスウェット地の履き心地がとってもいいんですよね。で、スウェットなんですけど、意外と暑くないというか、これサイズが X ラージ。だから LL サイズで、結構太いんでね、風が通るというかね、蒸れないからさ、全然夏履いててもそこまで気にならない。スウェットだけど結構快適に履けるショートパンツとなっております。で、履いてみたのが、はい、こちら。今回はね、爽やかにボーダーのポロシャツと合わせてみました。このボーダーの中に黄色が入ってたんで、スニーカーを黄色のアイテムチョイスしました。で、ショートパンツ履くと、やっぱどうしても靴下が見えるんですよね。で、靴下ね、変なやつ履いてたらなんか悪目立ちしたりするので、こういう感じのね、丈が短い、このくるぶしソックスっていうかな、短いやつ持ってたら、そこまで目立たないので、こういうのを履くのも一つおすすめです。で、このアイテムまあ気に入ってんだけど、一つ難点があるとすると、これなんだよ。ウエストに紐がついてるんだけど、この紐がさ、なんかループになってて、これ、もうこれさ、どうやって結ぶのみたいな。長寿結びしてもさ、これ全然こう、緩くなっちゃうし、肩結びしたらさ、なんかあった時にさ、ね、事故が起こるじゃねえかっていう怖さがあるんですよ。正しい結び方はどうなんでしょうか。スウェットパンツとかでもね、たまにありますよね、こういうのね。だから、バネのさ、ストッパーみたいなのあるじゃん、こうやってするやつ。あれを買おうと思って、いつもね、忘れてますね。というわけで、一発目は、チャンピオンの90年代スウェットショートパンツでした。はい。では、続きまして、これだー！べーん。はい、こちらは、ポロ。はい、ラルフ・ローレンの90年代くらいのスータックリネンショートパンツとなっております。このパンツはね、このスータックですよね。このタックの感じがさ、なんかちょっとお上品じゃない、なんていうの、洒落てるじゃない、なんか洒落てるじゃない。あとこれ結構ざっくり折られた感じのリネンの素材で涼しい感じがしてね、とっても気に入っております。ということで、ボーイスカウトシャツに合わせてみました。これはね、ノーカラータイプ、襟がないやつで、このシャツもね、リネンなのか、まあ同じような生地使ってるんで、まあちょっと相性いいのかなと思って合わせてみました。で、足元は、まあ、せっかくちょっとこの涼しげな感じなので、もう靴下も脱いじゃって、ビーチサンダルを履いてみました。こ
いつも、まあ、ちょっとジャンペンって言っていいかわかんないんだけど、このね、袋布がさ、履いてたらさ、はみ出してくるんだよ、ちょっと。これがちょっと気になってんだけど、これありなのかな？どうなんでしょうね。もうこういうもんなのかなと思って履いております。では続きまして、お前だよ！じゃーん！こちらは60年代から70年代ぐらい、カレッジエイトパシフィックっていうブランドの、何これ？なんて言うんだろう？なんか、体操着みたいな。これはね、腰の部分にゴムが入っててね、とっても履きやすいです。ゴムいいよね。なんか今までゴムに縁がなかったけど、ゴムすごいいいよね。本当に。なんかいろんなこと気にしなくていいからさ、ゴム楽ちんで楽ちんで、もすごく気に入っております。あとね、好きなポイントは、この短さね。本当にショートパンツっていう感じの、これぐらいの短さのパンツがね、結構好きなんですよ。短パンデビューしたての頃とかもさ、やっぱこの太ももダンスって結構恥ずかしかったんだけど、なんかもう今やさ、もう短ければ短いほどいいみたいな感じになってきましたよね。なんでしょうね。あとこのプリントがね、なんかアメリカンっていう感じがしてね、好きです。というわけでプリントティーに合わせてみました。これはチャンピオンの90年代ぐらいの T シャツです。プリントのテイストが似てるからちょっと相性がいいのかなみたいな感じで思っております。で、靴下なんですが、ショートパンツ履くときはこれぐらいの長さのやつがね、結構合わせやすくてね、おすすめです。あんまり長すぎるとなんかちょっとね、バランス悪く見える時があるんですよね。このショートパンツは結構丈が短いのでまだいいんだけど、例えば膝下まで長さがあるショートパンツになってくると、靴下があんまり長すぎるとなんかね、バランス本当おかしくなっちゃうので、これぐらいの長さの靴下が、まあ、結構おすすめというか、まあ、使いやすいんですよね。では続きまして、次はこいつです。じゃーん。これはね、ジャンセンっていうブランドのスイムパンツです。だから海パンみたいな感じ。海パンなので中にこうインナーが入ってるんですね。だからまあ何かあっても有事の際にも安心ですっていう感じの仕様になっております。ジャンセンといえばね、ダイビングガールっていう、女の子がこう飛び込んでる形のロゴが有名なんですけどね。あ、まあ、ここについてますけどね。もうこのなんかロゴが好きでさ、それでジャンセン結構僕好きなんですよね。で、まあ、柄がさ、もう総柄のストライプ。このネイティブ柄というか、なんかトライバルみたいな。で、結構ガラガラした派手なパンツとなっております。こういう柄を合わすときは、まあ上はね、シンプルな感じ、白 T とかね、そういうのがいいと思います。というわけで、これを履いてみたのが、はい、こちら！いやー、もうセオリーをぶち壊す、柄に柄をぶつける攻撃的スタイルで行かせていただきました。なんなのこの人は、何してる人なのっていうのをね、ちょっと目指してみました。こちらテーマはローカルサーファーとなっております。というわけで、上に着てるのはレインスクーナーのダイヤモンドヘッドタグっていう80年代ぐらいのアイテムです。このピンクがね、結構お気に入りなんですよね。肌触りもサラッとしててね、すごく暑い時期には重宝します。まあ、ちょっとあえて靴を履いてみましたね。あと帽子をちょっとね、かぶってみました。あとサングラスをかけてみました。まあ、こんなガラガラのやつもね、うまく使えばおしゃれに見えると思いますんで、ぜひチャレンジしてみてください。では続きまして、こちら80年代から90年代ぐらいのダックヘッドのカーゴショートパンツです。これもね、肉は厚いんですが、そこまでね、厚いなっていう感じはしません。結構太みなのでね、やっぱそういうところがいいのかなとは思いますね。カーゴパンツとかさ、なんかちょっとこうアドベンチャーな感じするじゃないですか。というわけで、はい、こちら、ボーイスカウトシャツを合わせてみました。で、このボーイスカウトシャツね、サイズがちょっとちっちゃめなんで、まあ、上がシュッ
として舌がフワンとするような感じを目指してみました。今回紹介した中でこれが一番、まあ、丈が長くって、まあ、太いですね。短いやつが本当短すぎてちょっと苦手っていう人は、まあ、こういうのを履いてみてもいいのかなと思います。で、まあ、これぐらいの丈感のアイテムだったら、あの中途半端に細いよりは、まあ、これぐらい太いやつの方が見た感じがいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、このアイテム結構使いやすいんで、まあ、それこそ T シャツに合わせてもらってもいいし、こんな感じのシャツに合わせてもらってもいいし、靴もねそこまで選ばないんで、まあ、結構おすすめのアイテムではあります。まあ、荷物もいっぱい入るしね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は夏近しということでショートパンツを5つ紹介してみました。ジーンズ履くぜ今年もみたいなことを思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、一回騙されたと思って短パン履いてみてください。もうどうしてもジーンズがいいんだったらもうジーンズぶった切ってさ、ショートパンツにして履いてみてください。もう本当に快適だから、あの蒸れないんだよね。もう蒸れてね、痒くなったりしないから、絶対そっちの方がね快適に夏過ごせますので、ぜひ膝出していきましょう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。小栗健二でした。こいたら